俳優で歌手の木村拓也、51が7日、東京 FM、木村拓也フロー、日曜前11、32出演。後輩との意外な関係性を明かした。あと、スノーマンのラジオで、メンバーのメグロレーンとラウールが、村への誕生日メッセージを1番目、2番目に送り、村と連絡先を交換している2人を、佐久間大が羨ましがっていたと、リスナーから報が、メグロは、 日付が変わる前に前もってメッセージを準備し、スマホの前でスタンバイ。日付が終わった瞬間に送信してくれたと目黒の思い、こもった行動を説明。二人が共演したドラマ、ジテレビ、教場の現場で一緒に作業した際に、落書きを交換したという。また、ラウールとの説を説明。ある日、目黒から、木村さん明日なんやんですかと、いきなり連絡が。 仕事はあるけど、片ぐらいには、家戻ってんじゃないかな。これ、と心よく、木村が誘うと、ラウールも一緒に来た、ですよと三人でいろいろ話をしたと、意外な関係性を、露した。スノーマンと親交を深めたきっかけとして、モニ、リングという番組のおかげは大きいのかな。告白し、TBSK、人間観察バラエティモニタリ、グ、木曜あと8.00で面白おかしく実感を、 タ他のメンバーとも顔を合わせることが多い。村は、割とし全体のメンバーが多いのかな、と、スノーマンの印象を明かした。ところが、唯一、カンサぐらい、な、ちょっと非常にポージングが多いのはミヤ、リョータのことをいじる場面も、最後に、可愛い,いやと、に向けて、連絡先交換したいって言ってくれば、全然僕断らないんで、 交換したいって思ってくれている人がいるんだったら、よろしく、石松と呼びかけた。